ショータイム。伊藤編の友人屋です。データ伊藤です。隊長でございます。はい、今日はこちら、カーシー博士のセルフヘルプ術。はい、プリーズアンダースタンドミーと、うん。もう言い慣れましたね。さすがに、はい。で、今日は、ESTP 型。ESTP。はい、外交、うん、感覚、うん、思考、認知。うん、SP 型。うん、なので、ディオニソスですね、酒の神バッカス、うん、要は自由奔放でって、うん、まず行動みたいなタイプ、うん、で外交感覚思考認知の人、僕の逆ですね。体調は P が一緒、認知は認知の部分は一緒、うん、はい、なんで可能性は無限大、うんうん、それ以外はそれ以外は逆、うん、はい、っていうタイプは人生はゲームだと。さすが酒の神。酒の神。はい。基地に富んだ行動の人とあります。うんうん、ESTP 型は男女ともに行動の人である。うん、このタイプが、そばにいるといつも何かが始まる。うん、まるで突然舞台の照明が灯り、音楽が始まり、ゲームが始まるというようにと。そしてこのゲームこそが、うん、結出した起業家、外交官、うんうん、交渉の達人である ESTP 型の人生そのものだと、うんうん、総人口の 13% がこの外交型で、うん、分別と鋭い頭脳を持つタイプであり、うん、一言で表すなら基地に富むが妥当だろうと、うんうん、魅力的で垢抜けたライフスタイル、もうなんか羨ましいなが出るんですよね、うんうんうん、ESTP 型の周りでは人生は退屈ということはありえない、うん、このタイプの持つ親しみやすく魅力的なスタイルには、うん、どんなに平凡でつまらない出来事さえも、うん、刺激的に見えるような効果がある。いつも最高のレストランがどこにあるかを知っており、うん、その店のマネージャーには名前を覚えられているという具合だ、うん、社交的に洗練され物腰が上品で垢抜けており、うん、周囲の状況を巧みに操ることができる、うん、まあ、エニアグラムでいうとタイプ7、タイプ3のようなイメージ、うんうん、自己主張がさらっとできる、うん、7っぽいですよね、楽しむあたりが、はい、そうですね、決して泥臭くない、うん、人の数歩先を読む、うん、ESTP 型は何気なく人の動機を観察し、うん、他のタイプが見落としがちな些細なことに敏感だったりする、うん、そして自分が観察したことを顧客への売り込みに利用する名人でもある、うん、なんかね、メンタリストのジェーンさんみたいな感じですかね、アメリカのドラマのメンタリストの、すいません、分かりにくかったらすいません。また常に他人の目を意識して行動している、うん、機転が利いて賢く陽気な ESTP 型は他人によく共感するように見えるが、実はそうではない、うんうん、瞬時にして相手の小さな仕草も読み取ってしまうので、うん、その人の立場になって思いやるというよりはその人より数歩先を読んでしまうという感じだと、うんうんうん、またこのタイプは得た情報を自分の目的のために利用することができ、はたから見れば図太い神経をしているようであると、うんうん、おまけに、危険が身近に迫っているようなギリギリの状態で行動すると逆に元気が出るという SP 気質ですね、うん、が性格をしていると。容赦ない実用主義者で自分が必要だと思ったことを何でも正当化しようとする傾向がある、うん、しかし自分の行動については弁明するよりもさっさと次の行動にしていくよと。で、出ました、企画は下手得意だが、うん、フォローは苦手、うんうんうん、なんで完璧ではやっぱりないんですね。完璧ではないです、ね、はい、ESTP 型は人を集めて交渉するような事業を始めることに優れている。トラブルや赤字を抱えた会社などを手際よく救うような経理アドバイザーにもなれるだろう、うん、アイデアや企画を売り込むことに長けているがプロジェクトの事務手続き上の細かいことは苦手。この特徴のために ESTP 型はその優れた才能に見合うだけの評価を受けないことがある、うん、人間というのは発案することが最も大事だ
っていうことを忘れがちで、やり残しの些細な部分に注目し、うん、ESTP 型の長所に感謝するよりも弱点に批判的になってしまう、うん、これはなんかもう典型的な上げ足取りの足引っ張りな感じが出てるなって出てるなって周りがですよね。今僕のことのように言ってます自分のなんかエビメテウスは思い当たる節があるんですかね。ESTP 型の再燃を使うべきところで使っている企業は少ないと。しかしこのタイプは自分だけで何かしようとしても成功しないことが多いよと、うん、先に述べたが、自分でフォローすることが面倒くさいので、せっかくの素晴らしいプロジェクトがダメになってしまいがち、うん、このタイプは自分をフォローしてくれる人をそばに置いていくといいよって、うん、本当そうですよと突っ走ってしまずにねと、うん、でスティングの主人公、あ、これスティングって、うん、ロバート・レッドフォードとポール・ニューマンの映画がちょっととても面白いので、もしよろしければあの、はい、あ、こういう展開だよね、あ、あるある、うん、でどんだけ思い込んでみても、うんうん、コロッといくいい映画。それは、はい、その通りだけど、想像してみてもコロッといくっていうのは、はい、想像通りなんだけど泣ける的な、あ、想像して、想像誰もが想像して、あ、うん、こうやって引っ掛けようとしてんのね、うん、っていう目で見てても、うん、あ、そっちってなる。あ、騙されるじゃないですか。騙されるって感じです。斬新なアイデアとそれを売り込むことに優れた ESTP 型の才能が建設的に使われたら、その組織はラッキーだろうと。しかし刺激への欲求が建設的に使われないと、こうしたエネルギーは破壊的で反社会的な活動へと走る危険がある、うん、例えば闇商売、偽造、金庫破り、イカサマといったようなことであると。1970年代に流行った映画スティングではこの才能が見事に描かれているとあります。で、リスクを冒してもスリルを求める冒険家、やっぱね、長いんですよ説明がこの SP 型、うん、まあ、前回のこの SJ 型に比べると長いもう語ることがいっぱいあるんでしょうね。リスクを冒してもスリルを求めるよと、うん、その瞬間に生きるタイプである ESTP 型のパートナーは、うん、望んでいなくても刺激に満ちた人生を送ることになるだろうと、うん、ESTP 型は公の場所では極端に気を配り、社交上の習慣にもよく通じている、うん、楽しい基地に富んだやり取りの中で、うん、ジョークや逸話を交えるたびに笑いが取り巻くだろうと、うん、羨ましい。魅力たっぷりの ESTP 型は友人としては最高だが、うん、家族への責任は二の次、うん、すると配偶者は自分が単なるなんか商品とか品物になった気持ちになると、うん、いつも人気者で友人もたくさんいるにもかかわらず、うん、ESTP 型の人生には深い絆を築くような関係は起こらないことが多い、うん、関係には条件がつきもので、その条件とはその関係から自分が何かを得られるか、うん、なんで結構パートナーに対しても損得感情みたいなのが働いているのかもしれません、うん、しかし得たものは相手と気前よく分け合う、うん、予期せぬプレゼントとか、うん、まあ、喜んでもらえるのなんか、じゃあどっか行こうかって、うん、急に海外旅行に行ったりみたいな、楽しいだろ、けちらないとかそういうことじゃないですか、はい、惜しげなく、うん、で、あ、書いてあった、衝動的なパリ旅行、うん、豪華なクリスマスプレゼントなど、うん、パートナーに送ったりする、うん、楽しみ、興奮、笑い、そして予想外の出来事などがこのタイプとの関係の特徴、うん、ただ心配事には我慢ができず、ピリピリとした張り詰めた人間関係からは逃げ出そうとする。あー、パートナーにとっても他の友達にとってもESTP 型は謎めいている、うん、このユニークな個性を理解できる人はあまりいないかもしれない、うん、本人は自分が一番でいるということは結局は孤独なことだとよく理解している、うん、とはいえこのタイプが一人でいることは少ないと、うんうん、で ESTP 型の人生は世の中にある素晴らしいものへの興味や興奮の探求で満ちている。例えばスポーツ選手、冒険家、プロのギャンブラー、あの手この手で幸運の女神を呼び込むスリルを常に探し求めて
リスクと刺激を追求する人生を貫くと、うんうん、なんか男としてはいいなって僕は思ったりしますけどね。かっこいいなとは思うんですけど、ね、はい、それをやるかっていうとまた別の話。そうですね、そう、僕もじゃあやればいいじゃんって言われる。そうそう、いや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 、リスクをいっぱい取ってみたいな、はい、でそれを楽しむ、いやいや楽しめない楽しめないっていう人生なんで、まあなんかドラマチックで。そうですね、うん、あとそう結局は、うん、じゃあやりたいならやればいいじゃんって話なんですよね、うんうん、はい、やりません無理、うん、結構我が身を最近、うん、我が身を分かってきた感じです。プリーズアンダースタンドミー、分かってきた分かってきた。はい、はい、あ、このよくエピメテウスとかいうのはちょっと動画の、うん、概要欄に、はい、あの貼っておくので、うん、よろしければ、うん、ギリシャ神話に例えたものが、うん、とてもその人を表している感じが、うん、面白いしていて、はい、この、SP 型はディオニソス、うん、酒の神バッカスでございますと、うん、はい、うん、すいません、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。